初代ドゥカズ公爵、初代グリュックスボー公爵エリー・ルイ・ドゥカズは、フランスの王統派政治家。恩健な政策を取り、極端に走ることは避けたフランス復興世紀の首相である。1818 18年、デンマーク王フレゼリク六世によって、デンマーク貴族、グリュックスボー公爵の称号を授けられた。これは、エリーの二度目の妻、ビデルミーヌガーナサウザール・ブリュック健 ビルヘルムの子孫であったエンカラである。ビレルミーヌのおばであるアンナカロリーネは、スレース・ビホルステン・セナー・ボーグリュックス・ボーコー・フレゼリク、ヘンリクの未亡人で、子が授からず、名ビレルミーヌの貢献を務めていた。アンナカロリーネは、名のために、当時伯爵で、フランス貴族であったドゥカズとの両縁を望んだ。そして名の将来の配偶者に、公爵の称号が得られるよう、 デンマーク王に働きかけたのである。1820年2月、アルトアハックのジナンベリー公シャルルが暗殺された事件を、契機に失脚した。1822年2月20日に、フランス貴族、ドゥカズ公爵となった。ありがとうございます。